もうその1回目の単独ライブがあの引退の引き金になったんや。そうです、それが引き金っちゃ引き金ですね。もう、あ、多分これ一人でやっぱりだなと思って。あ、そうな、偉いところに引き金が隠れとったな。で、まあそのピン芸人になった時も、うん、ちょうどあのあれです、そう、順番ちょっと戻っちゃいますけど、解散した時にアメトークで、うん、あのプレゼン大会、うんうんうん、でアメトークの前説僕らやってたんで、たまに、うん、で特別にじゃあ解散するってことをアメトークで発表するってことでプレゼン大会の時に出させてもらえて、はいはいはい、見た、見てた見てた。で女子っぽい芸人っていうのを僕がプレゼンして、うん、でなんかいろんなものが可愛いとか思えるとか、まあ、単純に可愛いもんじゃなくて、うん、まあ僕の目線的にはこれが可愛いとかそういうのをプレゼンしたら、それが通って、うん、でピン芸人でうまくいけるって思ったんですよね、うん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 、でそれは結局単独ライブでそういうことがあったからやめたっていう流れだ、うん、そうですそうです。でももうピンでも2年半ぐらいは続けたのか。そうです、2年半ぐらい、うんうん、はい。そこで、ね、東野さんがなんか北海道でお取り寄せした野菜とか、うん、農家の人と契約してなんかもらった野菜とかが余ったやつをもらったりとか、うん、あと中国語の先生が大学生で、うんうんうん、中国人留学生だったんで、その人とデートしてきなさいって、日本を観光させてあげてくださいとか、うん、だからピン芸人っていうよりはそういうのプライベートの方が楽しかったっていう話っていう話でした。はい、そっちが充実しとったよな。そっち充実しました、めっちゃ楽しかったですね。で舞台の方出たらちょっと単独ライブでやらかして、あ、こっちはダメだと、こっちはダメだと思いました。なるほど、はい。で2015年の8月で、引退。そうです、そうです、引退です。まあ、これウィキペディアに書いてんけど、その後あれ入江くんの会社に入ったの？一回ちょっとあのあれですね、出版社でも1年半ぐらいは働きました。あ、出版社。ああ、それはもうあの別にコネとか関係なしに普通に自分で受けに行って。いや、まあ、知り合い捨てでですけど。なるほどね。知り合いで、うん、はい、知り合いで、まあ、通じて出版社の方行ったんですけど、出版社の方がやっぱり僕には合わなくて。あ、そう、うん、まあ紹介で行ったんですけど、申し訳ないですけど辞めさせてくださいっていうことで辞めて、うん、でその頃ニトリで働くバイトもしてたんで、うんうん、でニトリでバイトしなして就職しようと思ったんですけど、就職、ね、中途採用みたいな、うんうん、でそれができなくて、結局年齢がね、その頃40歳ぐらいで、もう店長とか30歳だ前半。年下なんや、店長がな。年下です、うんうん、だからやっぱりちょっとそれじゃ今からじゃ遅いですよっていうことで就職ができなかった。はいはいはい。でそしたら入江くんからその頃、まあ、どう、あの入江くんの会社で、うんうん、アスリート、まあ、J リーガーとかの友達とかが多かったんですけど、うん、やっぱ結婚とかで引退したらそこから就職するのが本当に難しかったらしくて、はいはいはい。そしたらサッカーだけやってるんで、学歴は言ったら高卒で社会人経験なしだから就職できないっていうか、うん、まあそういうスキルはない。で芸人も結局一緒だって言われて、うん、芸人とかそれアスリートの人たちを人材紹介というか就職するのを手伝うアドバイザー的みたいな免許を取って、うん、入江くんの会社に入ったんです。会社自体はすごいいい試みよね、それってね。そうです、最初だから、うん、まあ、その免許取るまでに半年ぐらいあったんで、それはまた別のいろんな仕事やったりとかしたんですけど、うんうん、まあ大変でしたよ。やっぱりパソコンとかそのエクセルっていうこと自体も使ったことないし、あ、その辺から一から学ばなあかんからな。全くできなかったですね。だからやっぱ大変なのはいっぱいありましたけど、うん、でそこで働いてたわけしばらく。そうです、で働いてて、でその後に、まあ、免許取ってから動き出したんですけど、うん、やっていくうちにやっぱりどんどん不安になってたのは、あれ、あの もっと大手の就職するところあるじゃないですか、うん、紹介するところ、そこにはなんか勝てまでやるのにはすごい時間かかりそうと思っちゃって、うん、そう、それで入江君にはごめんねって言って、ちょっとこっちから入れさせてって言ったんだけど、やめさせてくださいみたいになって。そう、自分からやめたんや。そうです。うん、なんかほらウィキペディアではさ、なんかちょっとふわっと書いてて、はい、あの闇営業騒動でみんなやめちゃってみたいな書いてたけど、それ関係ないんや。あ、これはその僕がやめてからほんと3週間後ぐらいにそういうのが出たんですよ。で結局そこはもう今はなくなっちゃったんかな。じゃあ今はなくなって、入江君は入江君ですごいですよ。あのやっぱりその清掃会社ってもんね、今ね。そうです、うん、ある会社で1年ぐらいちゃんと修行して、うん、で自分でそのノウハウを使って立ち上げて、だから1年ぐらいで自分で会社作って。すごいね、やっぱそういう部分のスキルが長けてるんやな、ね、本当に。いや、パワーやっぱありますよな。マンパワーがすごいよね、あの人は。うん、
で、その、あの事件の時の時は僕なんて声かけていいか分かんなくてずっと声かけなかったんですけど、うん、まあ、今は、まあ、またこの間もちょっとだけ連絡取ったりとか、タイミングあったら、うん、はい、あの時はまあ悪かったねってか、俺なんて声かけていいかマジで分かんなかったし、とかいう話で普通に元には戻りましたね。うん、なんか、いいのか悪いのか、えらいタイミングでやめてるもんな、そこも。うん、そこはだから、タイミング的にはいいっていう人もいましたし。うんうん、そう、まあな。はい。え、で、そこを、まあ、自分から辞めて、今の会社に入ったわけ？そうです。今の会社はそうです。自分でも探して入りました。うん、あ、うん。そうなんやな。もうじゃあ、勤め出してから2年とか、それぐらいってことな？そうです。もう2年半ぐらい経ちますね。だから今の会社で、本当に僕思ってるのは、まあ確かに、その、シロアリ業者は悪徳業者のイメージがすごい強いから、そこは払拭したいんですけど、まあなかなかなくならないと思いますけど、うん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 、まあ、本当にお家一軒家持ってる人はお家大事っていう、やらなきゃいけないことだったりとか大事なことだっていうのはすごい勉強したから分かるんですけど、払拭したいのと、あとは僕入るときに3年間で全国1位の営業で全国1位になるっていう目標を立てて、そしたら芸人の人たちも辞めてからあの鍋ができんだったらできんじゃねえかってこっち来るかなっていう困ったときに、そう、そうです。それをで今目標やってるんですよ。あ、今結構いい順位までいってんのじゃ。それたまたまなんですけど、うん、今年の2月だけが全国で2位になったんです、ね。すごいじゃん。そうなんですよ。たまたま190人ぐらい営業員、まあ、いるんですけど。いや、たまたまでは2位になれないよ。それは積み重ねがあるもんやし。ごめんなさい。3位、3位でした。何でもいいし、もうええって。そこは。2位になれそうでなれなかった、ね。どっちもすごいって、うん。でもやっぱまだまだ上いっぱいいるんで、次の月すごいもう何百万も差をつけて、だからすごい人たちいっぱいいんなと思うんですけど、その芸人であんまり売れてないっていうか、その成功してないからやっぱり営業もダメだなって思われるのが本当に悔しいから、そこだけはね、って思ってるんですけど、やっぱり大変ですね。すごい人いっぱいいる。はい。でもなんかその芸人時代に培ったもんとか生きたりする？そういうのって。ちょっとやっぱ根性とか、なんかその恥ずかしさとかはないですけどね。ああ、なるほどね。まあいろいろやっぱそうやって飛び込み営業的なことしても変な断られ方する人とかいきなり怒られる人もいるけど、やっぱこういうのもなんか面白い感じでいけるから、うん、あ、そっか。そういうメンタルの強さとか、うん、うん、そういうのが大丈夫じゃないですかね。やっぱり舞台で無茶振りされてギャグ滑る方が嫌か。あ、でも滑ってもどうにかなると思ってるんで。そこはなんかね、一生懸命やった時奇跡起こんじゃないかって、なんか芸人の時何回かあったから、そういう時が、あ、おー、そこで跳ね返したみたいなことがね。そうです、そうです。なんか本当に一生懸命やった時はなんか奇跡的に受ける、あ、 そういうのがあるから、だからサボってる時結果出ないっていうのは分かってるんですけどね、僕、うん、そうだから一生懸命やってる時は何かしらなんか起こるっていう感じでやってますけど、サボっちゃう時もあります、やっぱ。まあまあ人間やからね、うん、うん、まあ辞めてさ、もう全くお笑い関係ないところで働いてるじゃない。はい。なんかこう芸人を辞めたことを後悔することとかない？後悔は全然ないです、僕。あ、本当、うん、でも不思議なのはたまに夢見ますけどね。あ、そう。はい。なんか楽屋でハブとタケトと普通にネタこれどうするっていう話とか、へー、たまに見ますね。それは不思議なんですけど。舞台に立ってる夢じゃないんや。舞台に出る前ですね。ああ、うん。それはたまに。音楽とか使ってるネタもあったりとかするんで、うん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 、あの時使ってた曲だとか、円屋のハブがなんかハブの全身タイツで、牛の格好をしてるのがあって、ハブ牛っていう、ハブの牛って書いて、ハブ牛っていうのをやった時、単独ライブやった時に、で、たまたま円屋 YouTube とかで見てて流れると、あ、うん、ハブ牛そういえば、とか、BGM とかで思い出す時あります。やっぱ解散後とかはあんまり仲は良くなかったの？解散後はそうですね、連絡は取ってなかったですけど。まあでも劇場で会ったりするでしょ。あ、その劇場で会ったりとかは普通ですよ、もう。うん、そうか。もうお互いピン芸人同士っていう感じで、そんなに、うんうんうん、辞めてから連絡取ってなかったかもしれないですけど。別に改めて取ることなんかな、別に大人の男同士だからそんなないやろうし。そうですね、タケトとは全然会ってないですね。ピン芸人の時にその単独ライブは見に行きましたけど。はいはいはい。あ、でもそこは顔出すんだな、うん、いや、なんかタイミング的に行っといた方がなんか仲良くなれるかなあ、いいね
そうです、そうです。そう、どうせだったらって思って。今は全然、だから、竹とは連絡は取ってないですけど、うん、ハブはちょいちょい会ってますよ。タイミング的には、そういう。誰かの誕生日で何かがあった時とか。はい、何かあった時、みんなが集まった時とかは、まあ今は会えてないですけど。うん、まあコロナやからな。はい、で、2人で飯行ったりとかもしましたね、やめてから。あ、そうなんや。はい。じゃあ、もっと現役時代にこういうことしときゃよかったみたいな思うことある？ないです。本当に、本当にないです。ないんやな。本当にないです。だって僕、どっちかっていうと、やっぱネタ作ってもらって、そこにちょこちょこ文句言って、やりたくないとか、こちゃこちゃわがまま言ってやってたんで、うん、僕はないですね、なんか。あ、そう。あの時こうしとけばよかったですよね。そういう後悔みたいなの一切。わかりやすくていいな。そう。ない。やっぱりないですね。やっぱり思い出してもない。そうか、そうか。じゃあ、これ、ちょっと最後の質問になるんですけど、鍋は、生まれ変わったら芸人やりますか？で、迷う時点では、もしかしたらやりたいのかもしれないですけど。というわけで皆さんよろしければチャンネル登録、高評価のボタン、コメント、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。